はい、どうも、うなぎです。こんにちは。本日は、避けるゲームをやっていこうと思うんですけど、今回、ヒレオさんと二人で、アルマジロの体当たりを避けていこうと思います。で、使う武器はパブロなんですけど、まあ、アルマジロが攻撃してきたら、この、丸の円の中で、避けると。まあ、相撲みたいに押し出されないように、頑張りましょう。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今日は、アルマジロ、ジロ、アルマジロを、避けていきたいと思うジロ。来るぞ。怖いぞ。カニが丸まってきたらアルマジロだから。怖いぞ。やっちゃった、来た。やばい、やばい、来る来る。やばい、やばい、やばい、やばい。わあ、釣り押し出された。なんか全然動けなかった。怖い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 。ずるずるずる、難しかったね、さっきの皆さん。来た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 、ちょっとちょっと、やめろ、めっちゃ弾かれた、めっちゃ弾かれた今。ヒロさん逃げて、うまいことで、あいつ押し出されたら、おい、相撲だったら負けてるぞ。むずくねこれ。むずくね、なんか当たり判定がでかい気がするんだよね。あ、ちょっと、おきょくおきょく、あ、ちょっと、おきょくおきょく、あ、どう？やっと生きてた、やっと生きてた。やっと生きてたよ。はい、今回ちょっと武器変えまして、ボルドーマーカーにしました。ボルドーマーカーのこのライジンステップで逃げていきたいと思います。危ないよ、ヒレオさん、そこ。危ないよ。ヒレオさん、こっち来て、こっち来て、危ないよ。危ないよ。来た。これを、このステップで避ける。ほら、こっちの方が避けやすい。危ない危ない危ない、あれ当たってたな、当たってたの俺今。なんでヒレオさん狙われてないの。僕は隠れんぼしていたので。来た。来た。ヒレオさん、いて、逃げて逃げて。逃げて逃げて。ちょっと。当たり当てよ。ヒレオさん、え、なんでヒレオさん当てられてないの。もうヒレオさん、これ何もしない方が無敵なんじゃないか。